サフォーケーションは、アメリカ合衆国出身のデスメタルバインド。1990年代米、デスメタルシーンの創世期から支えたグループの一つ。一度解散したが、2003年から活動を再開した。ブルータルデスメタルへの多大なる影響を与えたバンドで、ある。テクニカルで濃密なギタープレートブラストビートを取り入れた典型的なデスメタルであるが、インカンテーションとともに、 昨今の US デスメタルに与えた影響は大きく、その先駆的存在と考えられている。ボーカルのフランク・マレンは、デスメタル独特のカテラルボーカルを最初に使ったシンガーの一人とされる。マイク・スミス、テレンス・ホップスの二人がメタルミュージシャンには珍しい黒人であることも特徴の一つ。1990年に結成の解釈もあるが、 1988年頃から活動を始めていた。カンニバルコープス、マルボレントクリエーション、イモレーションらと共に、ニューヨークを中心に活動を行い、です。モービッドエンジル、オビチュアリー、ディーサイドラフローリダ勢と共に、1990年代、初頭のアメリカデスメタルシーンの創世期を支え、世界中のデスメタルバンドに影響を与えた。また、 彼らがレコーディングに使用したフロリダ州短波の森サウンドとそこを拠点に活躍していたプロデューサーのスコット・バーンスが作り出すサウンドは世界中のデスメタルバンドの憧れになり世界中から次々とデスメタルバンドがレコーディングに訪れるようになった1998年に一度解散するがその後再結成現在も活動中 一度解散したために来日することはないだろうと考えられていたが、再結成後の2005年4月に来日を果たした。ありがとうございます。